どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さん、ビッグニュースお知らせです。何のお知らせかと言いますと、この度2022年の11月5日と6日、東京は新宿にあります、新宿御苑という大きいね、緑豊かな公園で、イベント出演が決定しました。そのイベントはですね、はい、こちらになります。ドーン！はい、GTF グリーンチャレンジで2022年 in 新宿御苑、つなぎを支えよう、森里川海、こういうようなイベントにガズの出演が決定しております。ガズの出演どころかですね、はい、いつもガズが使ってるこの G ラボウクレレ、はい、この G ラボウクレレの軽トラブースも出展することが決まっております。はい。ですね、このイベントはですね、エコイベントですね、つまり、環境イベントということでございましてですね、まあ、環境とか地球とか優しいとか、まあ、ウクレレぴったりだと思いませんか、皆さん。はい。ぜひ皆さん、ウクレレ持ってきていただいて、新宿御苑11月5日6日、またちょっとね、詳しくわからないので、この動画をね、まず今日はですね、そのイベントに出演しますよというお知らせですので、日程調整をお願いいたしますというような、このお願いの動画なんですけど、一応概要を言っときますと、参加は無料なんですよ。これ嬉しいですね。もう外で野外イベントですから、もう気持ちがいいですよ。青空きっと出ると思います。ガズ晴れ男なんで、青空の下みんなでウクレレ持って、もちろんセッションしましょう。大セッション、はい、やりたいなと思ってる曲は、ガズレレソング、ガズレレの効果のこれをみんなでさ歌いましょうよ。はい。で、入場無料のねイベントなんですけど、ただし新宿御苑という公園はですね、入場料がもともと500円かかるんですね。なんでそこだけはご負担をお願いしたいんですけど、やっぱりこのよりね、環境に優しい、なんかこういう、ね、地球を作っていこうというイベントですから、より幅広く、みんなに来てもらいたいというような趣旨のイベントでございますんで、皆さんぜひですね、全国からですね、ウクレレ持ってきて集結していただいて、みんなで青空のこときっと青空になると思います。ガズレレソングをこう歌いましょう。ウクレレ。セッション、行きましょうね。で、そんなに長い時間ではないと思うんですけど、ただし、新宿御苑という公園、すごく広い公園ですから、例えば敷物とかアウトドアチェアとか持ってきていただいて、もうなんかイベントをね、開催されてる、その隣の方で、そのガズレレ仲間、ウクレレ仲間集まって、みんなでワイワイこうセッションするなんていうのもね、これ可能だと思いますんでね、ぜひ皆さん来てください。そしてガズレレのね、パフォーマンスもそうなんですけど、この G ラボのウクレレ試奏会とか、展示即売会もあると思いますんで、これをね、皆さんお試ししたい方にも、これは朗報だと思います。いろんなウクレレ、多分フルラインナップで展示があると思うんで、試奏する機会なかなかね、G ラボのウクレレないと思うんで、そんなことも含めてですね、秋の一日楽しく一緒に過ごしませんかという、まあお誘いなんでございます、皆さん。そしてこのイベントなんですけど、すごい大きい規模のイベントなんですよ。ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、この主催はですね、GTF グレーター東京フェスティバル実行委員会さんということなんですけれどもですね、このね、共催というのを見るにですね、これすごい規模なんですよね。なんとこの環境省って、まあこれ国ですよね。環境省とか新宿区とかもね、この協力、共催ということで、あと東京 FM、TBS ホールディングス、東京 MX テレビというなんかこう名だたるすごいところが、こう共催しているということで、共産ではですね、ブルーボンとか、伊藤園さんとか、小学館とか、なんかもうすごいレベルですよ。すごい大きいイベントですよ、皆さん。はい。そこでこのウクレレっていうのがね、こんなにね、素晴らしいんだぞということ、僕もね、こう、届けしたいし、まあ、まだ知らない方にね、ぜひ知ってほしいなという思いもあるんで、ぜひ皆さん、応援団として駆けつけてきてくれるとね、すごい心強いなというふうに思います。一緒に歌っていきましょうね、それで。それでですね、他にどんな方がこのイベントにゲスト出演されるかということなんですけど、これがまた豪華メンバーでございまして、はい。ちょっとこの写真見てください。これをご覧いただくとね、こう、名だたるね、方々がこう、名を連ねているんですけど、林真也さんだとか、安田圭さんとか、素晴らしい出演者の中に、ここにですね、しれーっとね、このガズレレって書いてある。私もしっかりここにおりますんで、皆さん、ほんとね、これね、面白いイベントになりそうですよ。ぜひ皆さん、日本全国から、参加をお待ちしております。もう一回言いますけど、11月5日6日の土日です。両日ね、軽トラのポップアップショップは展開します。で、ガズさんのパフォーマンスは、どちらかの日のね、ちょっと短い時間だと思うんですけど、また分かり次第、続編のね、このね、イベントについての動画も公開していきますんで、はい。で、重ね重ねですけど、ガズレレソング、ガズレレのね、効果ですから、これ練習しといてください。これはね、今回じゃなくても、どこかで必ずね、皆さんと会う時にはもうやろうという曲ですからね。はい、レッスン動画、概要欄にも貼っとくし、ここにも、リンクも貼っときますよ。はい。そしてですね、このことについて、このイベントについての詳細は概要欄にも貼っておきますし、
さっきからね、ここに何回か出てると思うんですけど、リンク行ってみてください。ぜひ皆さん、お会いできるのをお待ちしております。はい。ではまあ、ガズレレのイベントですね。2年ぶりにやってる、開催してるイベント、全国5カ所のうち、すでに3カ所大盛況で終了ありがとうございます。で、この続きもね、まだあるんでですね、まだチケットゲットされてる方、そこは楽しんでいきましょう。で、今回参加できなかったよ、残念だというね、まだ他に次のイベントないですかとお問い合わせもいただいてるんで、まさにこのいいタイミングだなというふうに思いまして、今日はね、もう嬉しくてシェアさせていただいております。はい、今日はイベント出演決定というお知らせでございました。このことについて続編をまたお待ちください。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。バイバイ。会おうねー。